ハロー世界、どうも。今回実況していくのは、ご覧いただいている通りウィザリングルームズでございます。ホラーです。はい、怖いです。はいはい、私ドーチャでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、第2章行ってみたいと思います。はい、つけたけどなんか来たよ。仮面の男、あれどうしたの、お前どうやってここまで来たの。信じられない、目が戻ったのか。うん、戻ったよ。この仮面で騙していて申し訳ない。ピーター・モスティ、あなたがピーター・モスティ、死んでなかったの。これあれじゃん、ここの観音圏に並んでたうちの一人じゃん。あ、現実世界の私死んでるの。え、じゃあやばない、説明させてほしい。うん、してくれ。私と双子の妹のプリシラは子供の頃から魔法に興味を持っていた。はい、私たちは死んだ母と接触する方法を探し続けていたが、どれもうまくいかなかった。なんちゅうことしてんの。やっと本物の魔法を見つけたのは1874年のことだった。はい、私たちは何これ、ちょっと文字がちっちゃいな。スマホで見るか。よいしょ。ああ、やっぱりこっちだと見えるね。見えるか、ちっちゃいな。ビザンツ帝国かな、わかんないけど。まあいいや。で、まあまあまあ。帝国の、ことか、読み方わかんない。古い都ね。コンスタンティノーブルへの外交訪問団に誘われた？誘われたの？父は同行した外交官たちに取り入ろうとしていたが、プリシラと私はアーティファクトを買い求めようとしていた。アーティファクト？はい。出会うのはうさんくさい商人や詐欺師ばかりだったが、それでも最後にこのシンクの瞳の偶像を見つけた。あ、これ非常に高価だったが、奇跡的な効果があると言われてたので買うことにした。うん、その夜プリシラと私は初めて夢の中で目覚めた。あー、これのおかげで。この偶像はこの夢の根源で、え？根源なの？シンクの瞳に映ったもの全てを再現する？え？この偶像は決して画家が、あ、違う、ん？何？画家じゃねえ。まあなんか描くのが上手ではないと。見たものを正確に、あ、描写か、描写しようとはするが、推測や空想が混じってしまう。あ、完璧ではないということだね。シンクの瞳が誰かを捉えると、その人は夢の中に取り込まれる。やべえじゃん。コンスタンティノーブルについてすぐ父は熱を出した。え、なんで？偶像買ってからほんの数日後、プリシラも熱を出した。おい、それから2週間というしないうちに2人とも死んでしまった。やば。当然私は深く悲しんだ。うん、しかし実に驚いたことに、プリシラは夢の中ではまだ生きていた。偶像はプリシラが死んだことを知らなかったの。ああ、なるほどね。
だから死んでもまともだったんだ。え、でもそのプリシラってどこ？私は2人の遺体と偶像と共にモスティンハウスに帰った。うん。偶像に家を見せて回ると夢は次第に大きくなる。お前のせいかよ。おい、何してんねん。私はちょっとした隠し芸と花火を使って魔法というものが実在することを偶像に信じ込ませることに成功した。何してんねん。じゃあお前が元凶やないかい。やめてくれよ。夢の中で妹と私は徐々に楽園を作り上げていた。楽園なんてもんじゃねえよ。ここ出してくれ。もちろん夢の中で魔法を使っても母に会うことはできなかった。偶像は母を見たことがないのだから。そうだね。見ての通りロバート・ブラケットとその手下がこの夢を悪夢に変えてしまった。あ、そういうこと。あ、もともとあれなんだ、悪夢じゃなかったんだ。はい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 。もうこの夢は終わりにしなければならない。そうだな。そのためには夢の中の偶像自体を破壊しなければならない。あ、これ壊せば出られるってこと？あ、じゃあやってや。目を戻してくれてありがとう。自分では弱すぎてできなかった。うん。さて破壊の呪文を用意してみよう。お願いします。え、おい、うわぁ、最低がよ。おい、最低のゴロツキがよ、何してんだお前。お前ロバート・ブラケット、よくやってくれたゴロツキ君。貴様、助けようとしたのに夢を破壊しようとするなんて何を言ってるんだ。破壊しないといけないだろ。抹消の儀式のための灰を集めよう。どういうこと？ピーターが問題を起こすことはもうない。彼女を観測室まで連れて行くんだ。私はもう少しやることがある。おい、あ、許さねえ。モンスティンハウス、1892年、夢の中。ナイチンゲールは屋根裏の観測室に連れて行かれる。そしてゴロツキの睡眠呪文が弱まっていく。彼女が目覚めた時、ベッドの足元に手紙があることに気づく。第2章。読む、ナイチンゲールへ。なんだよ、ちっちゃ。恐ろしい目に遭わせてしまってすまない。ピーターは病んでいて夢の破壊に固執している。そんなことをすれば夢の住人たちは永遠に消え去ってしまうというのに。え、君はきっと警戒しているだろうし混乱もしているだろう。私のことを怪物と思ったとしても不思議はないな。いや、思ってるわ、ボケが。覚えておいてほしいんだが、すべては抽象のための嘘なんだ。夢の中では君には危害は及ばない。私にはどうしてもやらなければならない仕事がある。私が戻るまで観測室でおとなくしていってくれ。後ですべて説明する。君の友、ロバート・ブラケット。絶好だ。何が友じゃ、ボケが。知るか、脱出してやる、こんなところは。ん、観測、何これ。見える星の数は現実の地球よりはるかに少ない。あ、え、どういうこと。
観測？観測室ってそういや言ってたな。123ってことは、まあこれが宝箱のパスワードなんだろうけど、この方向に動かして、ああそういうこと？望遠鏡みたいなのさっきあったから、それ使うんかな。じゃあ数覚えとくか。5、6、うん、多分これで合ってるはず。ほら、1234567891234567899、994じゃないかな。開いた。大きな呪いの鍵、タバコ入れ。何ですか？呪われた燃えかすが入っている大きな鍵、タバコ入れ。はい。ロバート・ブラケットの所有物だった。開けると保有者は急速に呪われる。え？何これ？鏡の盾？取っ手がついた鏡？盾として使える。呪いによる攻撃を全て防げるが、最終的には壊れてしまう。はあはあ、なるほど。耐久値500って結構高いね。あー、呪いだけ 100% か。なるほどね。ん？モンスインハウスの地図。ほう、地図ゲットした。じゃあさっきのあのアイテム使って呪いゲージ貯めて、で鏡から脱出しろってことだね。オッケー、わかった。じゃあもう鏡の前にスタンバット。で調べて入り口入って、なんじゃ？誰やあいつ？知らん人がおる。よし、このおばあさん話せんの？あ、話せるわ。会ったことある。ローズ。あ、はいはい。はあ、ガラクタ大好きな。あ、マジで？あ、売れるの？ありがてえ。なんか新しく来たこの人、話しかけてみる。今じゃん。おい、おめえよくもやってくれたな、さっきな。さっきじゃない、前回。ちょっと気まずい感じ。本当やな、お前にとってはそうだろうな。嬉しくねえよ、バカ野郎が。やってやろうか。やばい、私たち仲間じゃない？仲間じゃない！お、私と肉切り外科医はちょっと手を組んでた。じゃあ敵じゃねえか。おい、あいつは目を、私は偶像を守ってた。あ、お前が守ってる。じゃあ敵じゃねえか、やっぱり。ピーター・モスティンは夢を壊したがってた。そうだね。ロバート・ブラケットは夢を自分のおもちゃにするつもり。あ、そうだろうな。どっちも嫌だったから、にっきりと手を組んで、あの二人が偶像に手を出せないようにしてた。あー、なるほどね。どっちも嫌？は？てっきりあんたはロバートの手下に違いないと思ってた。だってそうでしょ、なんで。言われりゃ何も考えずに何でもやってたの。まあな。でも観測室に閉じ込められてるってことは、あいつらの味方じゃないってことだね。少なくとも今のところは。うん。信頼の印として牢の鍵を渡しておくね。嘘。いいやつやん。ありがとな。ロバートが偶像を支配できるようになったから、
私たちは今とんでもなく危険なの。え、なんで？あいつの計画の内容を突き止めないと。ああ、そういうこと、ね。得体が知れないからってことね。手がかりは、手がかりがありそうなのは、ロバートの部屋と玄関の2箇所。え、それはもう、そのひらドリルですよ。こいつはもういいやつ認定。プラマイプラスだな。で、何？ロバートの部屋。ロバートの部屋？もうギルンギルンですよ。評価は常に変わり続けますから、ね。1か10しかないと。もうぐるぐるよ。ロバートの部屋ってどこだっけな？ロバートの部屋、ロバートの部屋。あの地下かな。ボイラー室とかあったらへんのあの部屋かと玄関。はあ、ちょ、玄関について教えてくれ。じゃあ、誤りの部屋、何それ。ドアを3回開け閉めしてから入る。なんだそれ、知らねえ。3回も開け閉めするの。友達のミリーが考えた呪文。あ、呪文なの。この家の部屋の偽物を作るじゃん。はあ、魔女団員たちを偽物の部屋に誘い込むといういたずらをよくやってた。はあ、最後にやったいたずらは儀式の間に誤りの部屋を玄関に向けたこと。え？玄関？その直後にミリーを廊下で見たんだけど、あのミリーは幽霊だった。なるほど。ってことは、なんか幽霊、まあ女の子の幽霊がいるところの扉を3回開け閉めして入ればいいの。え？あなたも見たでしょ。誤りの部屋は呪われた場所になっている。どういうことですか。玄関も呪われてしまった。何があったんだ。ミリーの他にも12人が幽霊になっちゃった。ロバートが何か関係しているのは間違いない。ほう、じゃあ幽霊は12人いるのか。それから最初の魔女。え、最初の魔女幽霊になったの。マジでざまあみろ。玄関の何かの、え、ちょっと待って、そうなってくるとレベルアップできんじゃないか。なんてこった、困るぜ。玄関の何かのための高速呪文を作るんだって言ってたのを聞いたことがある。ほう、どういうこと。何か貴重なものを身につけているはずだから、倒しちゃえば手に入れられるんじゃない。お前とんでもないこと言うな。友達を倒せってのか。じゃあロバートの部屋、え、上の廊下沿いにあんの。上、あ、下じゃねえんだ。じゃああれじゃねえんだ。あ、そっか、あれ研究室って言ってたもんな。なるほど、上の廊下沿いね。部屋を徹底的に探して絶対に何か隠してる。分かった。魔女団員が大勢いるから。あー、ロバートの仲間なんだな。魔女団員は最初の魔女と同じように肉体を強化して呪いにかかりにくくなっているからね。はい、魔女団員の魔術書に気をつけて。どういうこと。呪いのダメージより直接物理攻撃のダメージを与える呪文がいっぱい入ってるから。はあ、最初の魔女の寝室にも一冊あるはず。なるほど、買う。何？
買わしてくれるんか。ありがとう。やっぱお前いいやつやな。ちょっと覗いていい？なんかおる。何？怖い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 。あ、なんだお前か。雑魚じゃねえか。あっち行け。よし、行こう。やってやんよ。おら！おら、ちょ、強くない？強くない？いた、ちょ、うん。待って、ゾンビ多い、ゾンビ多い。ちょ、待って、待って、やばい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 。すいませんでした。あいつら強えわ。怖いけど行っちゃう。ていうか、これ何？読む？夢の歴史？ああ。隠れる。調べる。お、いいね。で、なんかこの奥行けるよね。わお。誰かいるんだけど。誰？敵？敵ですか、あなたは。敵ですね。調べる。あ！何これ、階段の呪文の鍵？何それ？木の板、ん？ 1、2階の往来を妨げている。あー、あったね。あれ、幻だったんだ。はい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 。西階段の上と東階段の上の両方で使える。なるほどね。あ、なんかコインももらった。お前動き出せない？あ？大丈夫だ。よし。あ、これか。調べる。やったぜ。巻物ね。お！消えた。で？うお、オーマイガッド！やめて！あ、消えた。今だー、おら、うん、届いてない、おら、うるせえ、いけ、消えた。あ、どうせこっちだろう。はっはっは、ざまみろ。あ、そっちじゃない。やった、いっぱい金もろった。は、なに？もう、やめてや！隠れられた。これ最高のポジションで。ちょっと待って、装備が最低だ。ちょ、こっちにするわ。こんなん勝てるわけね。うーわ、なに？煙出した。え、これ大丈夫？あ、大丈夫だわ。今だ。じゃあな。行ってみる。うわっ、うわっ、びっくりした。もうボケが、なんだよ、やめろや、うんこマン。何うんこマンって。知らない。お下品な不適切な表現が出たことを深くお詫びいたします。もうなんだお前、悪霊？え、悪霊？マジ？もうびっくりした。なるほどね。もうこういうことがあるんで、もう覚えたわ。二度と驚かねえからな、この野郎。あれ？ちょっと待って。なんか俺、なんか俺。やばい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 。カメラスタンバイ。はいはいはい。はい、チーズ、くしゃ。ざまみろ。でももうフィルムねえわ。終わった。はい。なんだよ、もう驚かねえからな。無駄だぜ。あ、使えたわ。行くしかないな、これ。レッツゴー。え、待って。
ベアトラップない。目の前に。ベアトラップあるんだけど。待って、調べるってわけ。スコーンだ。ベアトラップがある。斧ねー、今後ゾンビ効か。待って、様子がおかしい。くらえ！痛いです。やばいです。ざまみろ。おらー！もう頑張って倒すわ、こいつ。許さん。おらー！くらえ！痛っ。ちょ、痛い痛い痛い。ごめん。ごめんって。一回ごめん。一回だけ謝る。一回だけな。くらえやがれ！よし、倒した。私の勝ちだ。悪霊なの？ゾンビじゃねえんだ。前ゾンビって聞いたけど。おお、大量だ。次はお前だ。やる。いけ。ほっ。うわあ、誰だお前。な、窓の外で誰か見ている。誰かがあのご視聴なさっている。あ、どうもハロー世界、あ、どうちゃと申します。ちょ、やばいやばいやばい、怖い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 。めっちゃ見てた。めっちゃ見、 いなくなったわ。めっちゃ見てた。ロールパン食べるわ、一回。うめえ。ほら。痛い。もう痛いって。うわ、また来た。痛い。痛い。また、またなんか覗きに来た。誰ですか、あなた。あなたは誰ですか。何の人ですか。よっしゃ、倒した。邪魔見ろ。ん？空白の魔女団員の方。あ、来たな。ちょっとダメージもらいすぎたな。まあ、今持続回復してるからちょっと一旦暗いな。うわー、覗いとる。あ、どうも。めっちゃ見るやん。こんにちは。こんばんは。どこ行った。怖い、なんだあいつ。 あとベアトラップあるわ、気をつけよう。あ、隠れるか。パッ、あっぶね。これで避けれるんだ。ん、調べる。いらんの。また覗きに来た。ちょっと覗かないで。なんかおる、向こうに行った。よし、行こう。誰？知らん人おる。あなたは誰？何も反応せん。人形？人形か？敵じゃねえな。敵じゃないな。本当やな。信じるぞ。何を信じたのかわからんけど信じるぞ。何これ？ちっちゃ。ああ。プリシラだ。プリシラの手紙や。このお人形ちゃんは何ですか。これ何。ん、てかこれ何。ようわからんもんがある。回す？おお。ま、ちょっと早っ。どういうことや。あ、わかったかもしれない。天才的発想を今ひらめいた。前回さ、あ、動画をご覧の皆さんの場合は前々回になるかな。じゃカバー外しといて。これさ。この人形使うんじゃない？っていうのも、前々回のボスがなんかやってたんだよね、鎧に対して。ちょっと呪われちゃうけど、ちょっと試してみろ。これ。おお、人形に使う。あ、やっぱり！お人形ちゃん、こっち。
こっち来て。これ、これやってくれ。あ、やってくれた。ありがとう。プリシラの指輪だ。輝くオパールが取り付けられた。ああ。これ何？受けた呪いのダメージの 50% を物理的ダメージに変換。どういうこと？人間の指もあるわ。やば。お人間ちゃんちょっと一緒に行こうぜ。あ、ついてきてくれた。ありがとう。誰この人？カバー外せるな。外そう。あなたは誰？敵じゃないよね。娘を思い出す？どういうことですか？ジェレマイヤ。精神病院の管理？あ、修繕管理ですか？谷にある小屋？マイヤここに引き戻される。飛んだ地獄に来たもんだ。そうだな。物？あ、本当？何があるの？めっちゃおるよ。で、話す。あ、そうなの。ずっと変わり続けてる。まあそうだよね。ああ。取っ手がない地下室に。赤いドアか。この前玄関の暖炉から隙間風が吹いてくるという問い合わせがあった。玄関の暖炉覚えておこう。隙間風は下から吹いてきていた、玄関の下なんて何もないはずだ。ちょっと怪しいな。で屋根裏。雨漏りするの。開かずのドア。おう。え？彼の寝室の真上？これはいい情報を聞いたな。なるほどね。魔女。はあ。あれ連中じゃない。本当か？ミリーアウト。技？さっき言ってたやつかな。 OK。 あれ？あ、この人おるやん。あ、イカメイソン。なんか初めましてじゃない気がするぞ。ドールハウス。中に小さな生き物がいるんですよ。え？心臓あるようですね。はい。最初の魔女以外で正式な魔女師範になったのは私が初めて。え？マジで？あ、マジで？あなたがやってくれるんですか？コインが足りません。ありがとうございます。15か。ドールハウスについて。屋根裏の窓から中を覗く？え？そういうこと？あのでっかい人、この人だったのか。トレーニング。
あ、そうなんだ。呪いについて持論があるの？不気味に。いや、怖いよ。何言ってんだお前。いや、おぞましいわ。そうだね。分かった、内緒にしとくわ。コイン15いるんか。いやー、まあ活力一択じゃない。レベル6、次18コインと腐った心臓。 OK、 分かった。じゃあどこ、これ開けてみるか。どこ、これマジで。ちょっと待って、なんか来た。やっべ、いった。お人形さん、お人形さん、さ、戦ってくれ。いて、ちょっと待って、痛い。ほい、うわ、銃持っとる。うわ、ぶね、いって、強っ。あれ、魔女おる、魔女。やばい、このお人形ちゃん何もしてくれん。え、何、やばい、危ない、危ねえ。死ぬとこやった。敵いすぎやろ。こんなん行くしかないやろ。何ここ、うわー、また出てきた、お前。もう、はい、あれ、人形いなくなった。はい、行って、お前ふざけんな、まず。おら、しゃ、ちょ、中毒になっちゃった、危な。へえ、邪魔に行くしかない。暗いって何も見えん。俺と思ったわ、ボケが。はい、ああ、おら、ほい、いって、当たるんかい。いけよ、この野郎。全然ひるまんないな。よっしゃ、で、もう行こう。やっべ、またやん、またゾンビ、何体おんの。痛い、やばい、死ぬ。回復、スコーン食べて、ロールパンも食べて、来た。じゃあ逆、ほい、やっぱり覗いてるよ。はい、スコーン食べて、いて、あー、トラップ。ロールパン食えない、いすぎやろ。っていうかいすぎやろ。なに、どんな気いんの。やばい、やっべえな、マジ。こいつも強いんだよな。痛い、これやばい。いった、ちょ、無理、さすがに多い。ロールパン食えない。OK。 オーマイガーッ、敵を、あ、こっから、なるほどね。ちょ、待てよ、上げてきた、あいつ絶対いるだろ、ここ。
知っとるわ。いて、強い、なかなか強い、なかなか強い、やるよ。ほら、バカめが、いてぇ。ハロー、いて、蹴られた、純粋に蹴られた、いた。ほら、わお、ショットガン、あ、外した。はい、届かん。はい、はい、バカめ、ほら、いて、好きねえな。おい、痛い。ちょっと待って、そろそろ死ぬかもしれない。もういいや、使っちゃう、使えんかった、ちょっと使ってくれ、痛い。痛いなぁ。ゆるさん、ゆるさん、はい、あーにゃ、あーあー、痛い。ほら、倒した、ギリ。あー、つえ。え、腐った指なの？あ、でもコイン大量。あ、腐った心臓を持ちに入れた。ここじゃないかな。そんなことない。あ、見つけた、ここだわ。すげえ、見つけたけど結構やばい。結構やばい。待ってくれよ。いや、いや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 、呪われるこれ、最悪や。うわ、びっくりした、なんかぶら下がっと。いや、危険、ちょっと待って、やだやだやだ、死ぬ、なんか死ぬ。あー、怖い、ぶら下がっとる。マジで？じゃあ何のダメージだった？痛い痛い痛い。は？痛い痛い痛い、もうめっちゃぶら下がっとるよ。怖い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 。もうそろそろ呪いゲージがやばい。あー、呪いのファイで死んだわ。はあ、マジか。これ使えばよかったなっていうか。あ、てかもういい時間だな。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。あ、動画と生放送ともにね。で、次回はこの続きからプレイしていきたいと思います。いやー、難易度が明らかに上がってるから、ちょっとどこまでやるかわからないですけど、できたらクリアまでやっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。グッバイ世界、またねー。